岡野はフランスワールドカップ予選でなかなか出番がなく岡田監督に、なぜ出れないのかと聞き、お前は秘密兵器だと言われ調子に乗った。岡野はジョホールバルの歓喜の立役者だが、試合中何度もシュートを外しこのままでは日本に帰れないと思っていた。岡野は大学時代にもツバンを真面目に頑張り、頑張っているからメンバーに入れてもらえ、その試合で6点取った。そんな岡野は当時最強だった筑波大学相手に、二日酔いで5人抜きゴールを決め足をつって交代した。岡野はゴールキーパーと衝突肺に穴が開き手術が必要と言われたが、翌日医者から考えられないんだけど治ってんだよねと言われた。岡野は奥さんと交際3年で結婚したが、出会った当初 J リーガーというのが嫌で八百屋だと偽っていた。岡野は足が速いことで知られバスケットシューズで、100メートルのタイムが10秒7。